11万どこかの世界にいるモンスターの像、誰これ、セナック火山島、え、場所とかもちゃんと記してくれるんかな、行こう行こう、なんなら仲間にもしたいしさ、まずはお宝をいっぱい、セナック火山島、あ、これか、はい、セナック火山島ね、行きます、着いた、どこ早速なんならお宝も探していこう、あのなんか下に輪っかがついてるびっくりマークはなんか違うんかな、ほらなんかこっちとこっち違くない、マーク、ちょ待ってね、クエスト、どれ、あ、これ派遣クエスト、派遣クエスト、なるほどね、メタル発見、セナック火山島、帰ってきた第一発見隊からメタル系モンスターを見つけたと報告を受けた、早く駆けつければ経験値をたくさん落とすというメタル系モンスターと出会えそうだ、制限時間内にセナック火山島へ行ってみよう、まあ60分制限時間あるけん、このね動画を映してる間に行けば全然いつでも大丈夫ってことやね、でこの場所はメタル系モンスター、あ、はい、目印つけて、あの輪っかのやつがそうってこと？なるほど、行こう。結構近いかな？こっちから行ける？待って、宝箱もあるな。お、近いぞ。どの辺かしら？こっちではないっぽいか？おっと、あった。よっ。さあ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 。やめて攻撃しないで、ギリギリいけた、何これ、イエーイ、レベルも上がる、さあさあ行こうぜ行こうぜ、大丈夫か、大丈夫じゃない大丈夫じゃないよ、さあ行くよ、撃たないで、私素材、あー待って、え、お、今大丈夫やった、え、壁伝いやったけん大丈夫やったってこと、ダメージ受けんかったダメージを受けていないことにちょっと焦ったわ、何が起きたかと、待って、めっちゃ強そうだけど寝てるな、ちょっかい出すなよおめえら、どこ、あっちだな、上か、この辺上がっていく感じかな、大丈夫じゃないよ、いいよ、お、上がらせて、いいよ、はっ、なんかすぐ上にモンスターいるな、てか何この音楽、どの辺、マークどこ行った、え、マークどこ行った、ん、マークなくない、範囲内に入ったけんこういう音になったんかな、よっ、ほら一応上がれる上がれる、あ、おった、メタルスライムおった、レベル高いけど、おー、すげえ、こういう感じか、え、こいつら逃げる、え、消えた、痛いって、瞬間移動するやん、めっちゃ素早いんですけど、え、違う、え、いなくなったよ、いなくなったけど、え、そういう感じ、でまたしばらく経ったら復活するとかなんかな、なんかもうすっかりいなくなって音楽も平和になったんだけどどうよそれ、まあ、え、待って、違う、また開いた、
クエストの、あ、ほら派遣クエストなくなっとるってことは復活とかないんや。マジで。マジで絶対倒せんやん、あんなん。え、なんかこっちもすごい超スピードのモンスターみたいなおらんといかんってこと？そんなおるんかどうか知らんけど。待って、これでさ、脱出でできる？あ、そっか、お宝掘り出すんか。そっかそっか、お宝を持ち帰りたかったらキメラの翼ってことね。なるほど。ま、でもこの辺からやったら駅が、あれは駅かな。え、あれ駅よね。じゃあ駅で帰ろう。駅で帰ろう。電車で帰ろう。今回はね、金は1個だけか？いや違う、2個か。楽しみです。金2個の銀2個は取れたんやない？おー、なんかすごいやん。なんかすごい、車に構えた感じ。ゴールデンスライムの像。33万。どこかの世界の強そうなモンスターの像。え、かわいいかわいい。なんかあれなんやね。後ろ、とんがっとんや。ダイヤモンドみたいな形しとんやね。お、あ、なるほど、ギズモの像。今回、像率高くない？11万。どこかの世界にいるモンスターの像。誰これ。誰？クオードの像。クオードって誰だ？わからない。責任感にあふれたエテーネ王国の王子の像。姉のメレアーネを慕っている。メレアーネもわからんけど、エテーネ王国は聞いたことあるな。盗賊の腰身のやった。ステコパンツじゃなかったね。32000。盗賊がよく身につけている粗末な腰身の。なるほど、なるほど。でも153万。粗末な腰身のが高級なんや。腰身の中では高級ってことね、あれ。団員の誰かが修羅の間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。あざす。ありがとな。アイラの像の価値がどんどん上がっていく。いいね。いいね、いいね。まあ、でもな、レベルは上がらんかったなね。あんなに速攻で逃げていくとは。どう？今回仲間にできる子はいる？新しいことがありそうですよ。加入希望者を確認。どうや。応募が来てます。いやー、ダメだな。ゴージャンが増えたぐらいか。ここなんやけど。取りません。違う違う。ジャンボ玉ねぎはある。カオスベリーもある。緑の苔はどこ？パスカル島やテイリア氷雪島。ほうほうほう。オーロラシェイクって何？物理攻撃、大義、ブレス、呪文への耐性がアップするピクシードラゴン族の好物料理。これ、料理作れるようにならんと結局仲間にはできんってことかな。ええー。あ、でもゴージャンもいいんじゃないん、これ。あと、あ、あとこれさっきさ、あれやん。誰やった？マオか。あれ仲間にせんかったらいけたやないやら。蜂蜜やろ、あれ。花の蜜やった。ええー。あれ仲間にせんかったらいけてやん。何これ、スラッシュなんかレベル高くない？スラッシュなんかレベル高くない？これも料理が必要やね。魔法のカプレーゼ。何、美味しそう。見た目。やっぱこの捕まえた時から今現在のこのね、味方仲間よりもレベルが高いっていうのはだいぶ、今レベル15か。これは何？主人公に合わせてレベルが上がっていく感じ？どこに行けばいいんやっけ？あ、そっか。あっちか。さあ、行きますか。竜玉の迷宮。向かいます。くっそー、せっかくのメタル系モンスター。見ることはできたんやけどな。素早すぎるやろ。レベル15、大丈夫そうかな。もうその辺なんか宝箱あったりせん？ないな。じゃあ行くか。竜玉の迷宮 B1 階の旅の扉に入りますか。適正レベル10。あ、いけるいける。え、これ地下1階ってことは？旅の扉が現れた。どんどん進んでいける。ルーム 1？
要は、何いつでも挑戦できるダンジョン的なもので、まあ今回初回やけん、多分このメインクエストに含まれとるってことかな。次のルームへ。なんかいっぱいモンスターおる。旅の扉ないやん。こいつらをやっつけろってことかな。何あの帽子かわいい。なんなんこの帽子かぶっとるやつ。ボス？あ、旅の扉現れた。あ、なるほどね。その回のモンスターをやっつけたら旅の扉が現れる。じゃ、何これ？謎解き？謎解き要素もあるの？炎の力が満ちていく。仲間たちはブレイズフォースになった。え？意味がわからない。あ、なんかここでなんかその炎の力を身につけて、この先炎が弱点のモンスターがボスでおるとかかな？あ、メタルスライム！やったー！ここでレベル上げれる？イエーイ！やっつけたり、やっつけたり。待って、避けたい。あ、やっつけた！ありがとう、ドラキューン。イエーイ。あれやね、金のお宝を見つけた時と同じぐらいの経験値があるってことね。あ、でもそれやったらお宝見つけた方が、効率はいい気がするけど。あ、まあ相手のレベルにもよるんか。レベル8ぐらいやけんってこと？旅の扉現れた。レベル上がらんかったね、誰も。あ、そっか。やった。てか、ここで、え？なんだこいつら。ドラゴンか？ゴルドロン。ここでやっつけた奴らはスカウトはできないの？ふふ。イエーイ、やっつけたぜー。ちょ、素早い素早い。まあ、この炎を身にまとっとることで何がどうなっとんかよくわからんねえけどな。なんか炎系の呪文が強くなるとかそういう感じ？いつまで効果続くんやろ。オークキング。なんか2種類のモンスター出てくるようになったね。やめてくれ。間違えた間違えた。あ、違う違う違う。いや、まあでもそれでもいいんか。メガハットキャノン、イエーイ。あとで仲間にする。あ、スカウトできるやん、ここ。なるほどね、できるやん。ゴルドロン、よしよしよし、いいぞいいぞ。私が一番ダメージ受けとんな。あ、ゴルドロンスカウト成功した。てかページいっぱいあった気がするけど、ページっていうかスカウトしたモンスター、あれ2ページ目とかもある感じなのかな。魔導ハンド、なんかあれレベルちぐはぐな感じ。さっきレベル10の子がおったのにさ、なんかレベル9って下がったんやけど、どんどんレベルが上がっていくっていうことではないんやね。これルーム何本まであるんやろ。やっぱルーム9ぐらいまであるってことかな。違う違う違う。でも今当たったね。いけー、かわいい巨大やけど。メテオストライク。ここ一体全部ぐらいには当たるってことかな。お、強敵の気配がする。旅の扉に入りますか。ちょっと待って、まあいけるか。じゃあ行こう。入る。回復とかないんか。自分らでするしかないってこと。なんだこいつ、ゴールデンタイタス。え、なに怖い。毎回間違えるんよな、これ。ロマン技。これ技使えるのさ、何か溜まったみたいなあるやん。ロマン技のやつが溜まったみたいな。あれはどこで見るの。あ、ここか。
あ、なるほどね。あのゲージが右側までいっぱいになればいいってことね。てってって。なんか寝たよ。一瞬。玉の方があれなんやね、やっぱ。玉の方がダメージ与えれるんや。てってって。え、これ当たるよ。なんか弱点どことかあるのかな。あ、ロマン技いける？ちょ、待って。はあ、ロマン技のゲージは何回分とか溜まるってことか。シューティングスター声が低いんよな。あ、やった、いけた。何、一発やったゴールデンタイタスをやっつけた。これはスカウトできんの？できんのか。あ、挑戦結果クリアタイムとかある。3分50、報酬何これ、コイン ×1。 楽勝だったぜ。あ、なるほど、シャドウコイン7500ゴールドゲットしたよ。やった。敵は何かを落としていったようだ。マヤはブラドコーツを、あ、5個手に入れた。やった。あ、こう、え、ここで貯めるってこと、もしかしてね。なんかいっぱい必要やったもんね、駅直すの。お、でかい宝箱か。おー、すげえ。な、何？神来た。はあ、人がモンスターやっつけた後をさ、ひょうひょうと現れやがって。おい、マヤ、旅の扉の先に行くと聞いて、面白そうだし、俺も来てみたぞ。お、なんだか凄そうな宝箱だな。早速開けてみろよ。いいとこだけ。もしかしてこの中にあるのって、例の石板じゃない？お？それじゃあまた7つの流石のことが何かわかるかもしれないブ。7つの流石の一つが入ってるわけではないんやね。石板。読んでみるわね。うんうん。竜の角。炎を吹き上げし山の王たる。赤き大巨人がその身に宿す。ん？それだけ？今の情報は7つの流石のうちの角の流石で間違いないわ。ブー。炎を吹き上げし山があるのって背中火山島のことだと思うブ。ふんふん。そこのどこかにいる赤き大巨人ってのが角の流石を持ってるのかしら。要はさっきのみたいな感じ、ゴールドタイタスやっけ、あれみたいな感じので赤いやつがおるってこと。あの、ゴーレムみたいな感じかもしれんけど、なんだか強そうだけど、7つの流石のために行くしかなさそうね。ふんふん。迷宮の石板に、角の流石について書かれた不思議な石板。竜の角、炎を吹き上げし、山の王たる赤き大巨人がその身に宿す。角が生えとんか、ドラゴンかな。マヤたちは旅の扉のダンジョンを後にした。クエスト、巨人の角の情報を手に入れた。冒険の目的に設定しますか。あ、次これがメインってことかな。巨人の角を目的に設定しました。巨人ってことはドラゴンじゃないんか。地図やフィールドでは黄色の印で表示されます。あ、ってことはやっぱりあれ、ギガンテス的なやつ、あれ角生えてなかったっけ？